次の演奏はベリビエール・ミキさん、鍵盤ハーモニカでサンジェルマン・デュプレの朝、エモーション、恋人たちのメロディ、レジスタンス、赤い玉。一番のサンジェルマン・デュプレの朝はピアノ即興詩人河瀬博さんのオリジナル作品。2番以降はフランシス・レイ作曲の曲でございます。年表に書いてございます。では曲名です。オリジナルです。ジュンフィームのトリック。Thank you.
さんとピアノ作曲者